ラジオ体操してる間に着いてた。わあ、今日もバスがいっぱい。今7時20分です。8時到着予定だったんですけど、ずいぶん早く着きましたね。もう荷物持って降りてる人たちがいるよ。でも階段を今下ろしてるんだから、あれ乗組員さんたちなのかな、向こうに。今デッキ落としてる最中です。出発はそこからですね、オフィシャルツアーね。すごい、ゴルフ場、ゴルフ場かな、あそこ。すごいリゾート地みたい。今日はすごい暑くなるらしいです。気をつけて出かけてきます。こっちが巡回バスだね。いただきまして、10号車11号車12号車となりますが、皆様は今日は10号車に乗っていただくということでよろしくお願いいたします。で、10号車が、38名様お乗りいただいておりますので、はい、皆様ご協力いただきまして、短い時間ですが楽しい旅にしていただければと思います。では、出発が8時45分となりますので、少々お待ちいただくことになりますので、前のバスから順番に出ていきますのでよろしくお願いいたします。毎回バスの前方には障害者用の座席が用意されております。足に不安な方はそちらが利用できます。毎回なんですが、このオプショナルツアーのバスに乗ると必ずこのシールが渡されます。こちらバスについてる番号になっております。同じようなバスがね、何台もいるのでね、自分がどのバスに乗るかこれで見分けます。運転手やガイドさんもね、これを見て自分とこのお客さんだっていうのを把握するみたいです。バッグとかね、洋服につけます。こちら金沢港では必ずこのゲートを入るときと出るときとね、通らなきゃいけないみたいですね。厳重態勢でこちらに警備ね、見張ってる方なんかもおります。と言ってるうちに、ああバスが行っちゃった行っちゃった、止まんないで行っちゃった。慌ててる。はい、では私たちも出発いたします。すごい、こっちにも、高台で見てるのか、一般の人たちの駐車場がこっちになるんだ。こっちに入ってこないように。そう、 お迎えの人たちはだからここまで歩いてこなきゃいけなくて、随分離
慣れてきたようなんですが、ベリッシュはまだこんなに大きく見えます。離れれば離れるほどこの船の大きさよくわかりますよね。こんなお船の中に乗ってるなんて嘘みたい。それでは和倉温泉加賀屋さんに向かって出発です。途中ね、いろいろ観光の説明などしていただいております。この山は加賀と能登、そして山の向こう側、裏側は富山県側にも含まれております。加賀、能登、越中、この三国にまたがるあの山は宝達山と申します。宝に達する山と書いて宝達山。この山は能登地方では最も標高の高い山です。加賀ならば2702メートルの白山、越中ならば3015メートルの立山とかなり高い山がございますが、能登の場合にはこの山以上に高い山がないんですね。右の山はどれくらいの高さに見えてらっしゃいますか？スカイツリーとほぼ同じです。637メートルの宝達山です。はい、そして短いお時間でしたがお疲れ様でした。おトイレタイムです。出発のお時間ですが9時15分を予定しています。上越線にあるんだ。パーキングエリア。で、それではバスを降りいただいたら目の前の歩道へお進みください。で、バスを降りたらすぐ左ではなく前方の赤茶色の歩道へとお上がりください。その歩道、こちらのトイレ休憩した場所はなんと道の駅高松でした。道の駅好きの私たちにとってはすごく嬉しい場所です。ちょっとね、時間が短いのでね、トイレ休憩ですからね、買い物なんかはできませんでしたけど楽しむことができてます。千里浜渚ドライブウェイです。この前後8キロ近く、自家用車ならば8キロ、観光バスならば7キロほど走行が許されております。で、今日は、ちょっと短いのですが前方に建物が見えますよね。そこで U ターンします。 U ターンをしてまたこの同じ道を戻ります。ということで左側に座ってらっしゃる方々もの砂丘近くまで波が打ち寄せてしまいます。ウミガメの産卵地だった。そうなるともちろん通行不可の通行止めです。近年はたびたび台風が来ると通れない通行止めになることが増えました。それはどうしてかと申しますと、この砂浜全体の横幅、砂浜の幅が狭くなってしまったからです。だから台風じゃなくてもちょっと海が荒れますとすぐに通行止めになってしまうのです。で、そんなに狭いかしらって思いながら今見てらっしゃった方多いと思うんですが、以前の半分もありません。はい、以前はなんか釣りしてる人もいるよ。地元の町内会の方々がこの砂浜で運動会をやったことがあるほど広かったんです。ですが狭くても50メートル、避難場所にもなってる。ちょっと広いと100メートル。左をご覧ください。砂像ですよ、砂の像、砂像です。札幌雪まつりならば雪像、雪で作る像、雪像ですが、こ
休日だからですかね。海水浴客の姿は見当たりませんね。ここで海水浴できるのすごいね。結構いらっしゃるようですけれども。で、前方にクレーン車見えますか？黄色いクレーン左側に、そこから先、そこから向こう側が狭いんです。すっごく狭いんです。で、今日はそこを避けて、こういう形で往復させていただきました。それでは、あっという間でございますが、本線に戻らせていただきます。そこから先が狭いの。なんか通れるかが気になるところだと思うんですが、至って理由は簡単です。砂一粒一粒が大変細かく、その細かい粒子同士が波が打ち寄せたり、雨が降ることでぎゅーっとこうくっついてくれるんですね。接着剤代わりに波が、雨がなってくれるんです。ですから、今日は見当たりませんでしたけれども、自転車でも走行できる砂浜です。千里浜と読みたくなりますが、そこにも道の駅あるね。ここは千里浜でございます。うん、看板があったよ。千里浜海岸。石川県を代表する海水浴場の場所でもございました。そして里山街道に戻りますが、左でも右でもいいんですが、松の姿形に目を向けてみてください。傾いてませんか？足元の方から右の方へと、右に傾いてるね。傾いていないでしょうか？潮風の影響です。幼い若い木は目立ちませんが、長年ここで成長してきた木は1年通しまして潮風の影響を受けております。だん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 と倒れるようになり傾いてしまうのです。そして傾いた幹から伸びるその枝ぶりもやっぱり左の海に背中を向けるようにして右の方へと流れるようにして傾いてしまってます。そんな防風林の一つ松の木が、さらにリセアカシアがこれから先はほとんどなくなります。なぜなくなるのか、それは海沿いから離れていくからです。あの天井へ白川ですけども、ご案内させていただきますので、少しお耳を貸していただければと思います。今日これから皆様が加賀屋に到着してからの流れをお話しさせていただきますので、はい、もう少しですね、あの時間などもお話しさせていただくので聞いていただければと思います。で、皆様に覚えていただきたいお時間はお食事の時間、それから出発の時間ということになります。で、お食事ですが11時30分から、で皆様の出発が13時30分、1時半です。ですから11時半にご飯を食べます。で、その後ですが13時30分に出発ということで、到着するのが多分10時半前になると思うんですが、10時半からその食事の最初の食事の11時半までの1時間ぐらいにまずお風呂入っていただいてもいいですし、あるいはご飯が1時間ぐらいで終わるということなので、12時半から1時半出発までの間に入っていただくことも、もちろん両方入っていただくこともできますが、そのような形で、まあ、あのちょっとイメージをしておいていただければと思います。到着してすぐお風呂に入るか、あるいはご飯を食べてからお風呂に入るか、どちらも可能です。ただし食事の時間の11時半は皆様そろっての食事となりますから、その時間にはご集合いただきたいです。で、集合の場所、レストランにまず到着したら、お宿の方がご案内してくれます。ここですよっていう形 で具体的には雪月花の4階に桃山、あの花の桃、木片の桃に山っていうところがあって、もうここですよって連れてってくれますので、そこに11時半に来てください。で、そこで、お風呂のためのタオル、ちっちゃいタオルがもらえますので、受け取っていただいたらもう自由に来ていただけます。で、大きなタオルは、大浴場に置いてありますから、ちっちゃいタオルだけそこでもらって、大きなあのタオルはお風呂で使っていただければ大丈夫です。お風呂に入らない人
とか売店があります。それから停車券をこの後お渡ししますので、ロビーでお茶を飲むことができますので、まあ、この停車券もご飯の後も使っていただけますから、どちらか1回1枚差し上げますので、どちらかで食べていただけますということで、まあ、お風呂に入るか売店でお買い物するかお茶を飲むか、この3つの選択がございます。でお風呂の場所なんですが、とりあえず到着してお風呂入れるところは男女ともに1箇所になります。で、はい。で、場所はですね、またホテルの方に聞いていただいてもいいですし、まあ、覚えていただいてもということで、男性の方は覚えやすいです。ご飯を食べるその雪月花の4階で食べるんですが、2階にお風呂がありますので、そこのお風呂に入っていただきます。で女性の方はちょっと館が違うところになりまして、雪月花じゃなくて能登客殿っていうところにありますお風呂がすぐ使っていただけることになりまして、1階に花の神花神の湯っていうところがありますから、ちょっと食事会場から塔を離れて移動していただくことになります。でその1箇所が、お風呂すぐ入っていただけるお風呂となります。で恐れ入ります、男性の風呂が11時までお掃除タイムになっていますので、入れるんですが、どっかそう2階がお風呂の入り口なんですが、1階と3階が浴槽なんですね。なのでどっちか掃除してるんですけど、まあ、どちらか空いてますのでということで、お風呂空いてるところは使っていただきますので、そのような形でちょっと11時まではご不便をおかけします。女性の方はお掃除タイムではないですから、もう家臣の湯はすぐ使っていただくことができます。でご飯が終わった後のお風呂なんですが、男性の方は同じところです。で女性の方はもう1箇所増えまして、その増えるところがご飯を食べる同じ館になります、雪月花になりますので、そこのですね、雪月花で、まあ、お風呂入っていただけるのでご飯の会場から近いかなということですけども、で場所としましては男性も2階なんですが、女性も2階、受付、お風呂の受付は2階ということで、そこで入っていただけますし、まあ、雪月花のほら露天風呂がついてますので、ご飯の後のお風呂は女性の方は露天風呂ついてます。男性の方はそこで入っていただくので、ご飯の前も後も大丈夫なんですが、女性の方の食事の前のお風呂別にお茶券、陸で眠くなる、そして船に戻ると元気になる。まあバスの中はもう本当に移動時間ですからね、行きも帰りもごゆっくりお過ごしください。金沢の言葉では、バスの移動時間はインニラと寝とまし、はい、ゆっくりとお休みください。インニラと寝とまし、はい、金沢港に到着近づいたら起こしてあげっさかいに、それまでゆっくりしとまっし、はい、そろそろ金谷さんに到着しますから、寝てらっしゃる方そろそろ起きまっし。バスの中に貴重品を置いていかんようにしまっしや。帽子とかもう日傘とか何かお持ちでしたら、必要なければ置いてってもらって構いません。ですが貴重品関係はすいませんが、全て持ってお降りいただくということでお願いいたします。さあ爆弾温泉に入ってきました。このね、爆弾温泉だけで加賀屋さんグループの旅館が4軒あるんです。今前方突き当たりに見えてくるのが今日ご覧いただく、まあ、本体とお伝えしておきます。単なる加賀屋で、その近くに姉妹館ということで、あえの風、それから虹と海で、もう一つは松の緑はほとんどこの道路からは見えませんけども、あえの風という姉妹館の前を通りながら到着となります。ガランとしてます。当たり前です、10時チェックアウトです。ここにおられる車は
大体各旅館へと清掃に来られている車か、営業者が隠れて昼寝しているか、どっちかだと思います。目の前は間違いなく輝く絶滅かエレベーター、今止まってますが、確か4機4台エレベーターあると思うんですが、一番右側のエレベーターが少し降りて動いているようにも見えるんですけどね。あのエレベーター、大浴場のエレベーターじゃないですから安心してくださいね。あれだったら外から丸見えになってしまいます。加賀屋さんの雪月花向かって右が、何だったかな、下手部行くと、あ、そうですね、客ではこの後ろになるんですね。何さて、そして左手にもう一つ、本陣百蓮渚亭絶滅か、最後に言っているのが一番ランクの高い施設になります。合計4棟に分かれる。それ以外に全く離れたところにまだ3軒の旅館がございます。それではバスのタイヤはまだ動いてますので、完全にバスが止まりましてからお降りください。この右側も源泉の一箇所です。暑いです、90度以上ありますので、外の散策されても構いませんが、外の散策は温泉の暑さだけじゃなく34度という予報も出ておりますので、熱中症ならないよう気をつけて散策なさってください。はい、加賀屋さん到着しました。もうね、入り口から皆さん立ち止まって写真の方を撮られております。加賀屋ですよ、ここが。ちょっと玄関のアプローチ長くないですか。でもここまで車乗り入れすることできるんですね。足腰弱い方なんかね、助かりますよね。ほら、スロープもついてます。では加賀屋さん、中の方に失礼します。こんにちは。なんか皆さんね、今10時のお客様を送り出したばっかりっていう感じで忙しそうです。まだね、お茶を飲んでる方とかいらっしゃるみたいですね。係の方に案内されてついて行っています。なんでしょう、この商店街的な場所、何でもお土産が揃っちゃいそうですね。後でゆっくり見て回りたい。たくさん買い物してね、ここで早速ゆうパック利用してる方いらっしゃいましたよ。行くんですか。なんて長い廊下。ここでエスカレーター組とエレベーター組に分かれます。私たちはまだまだね、エスカレーターで十分です。これ階段で上がれって言われたらちょっときついかもですよ。だってもう一つ上がるんですから。こちらの正面がお食事どころになっています。お食事時間まで私たちは
ちょっと中を見学させていただいてます。お風呂にね向かった方もたくさんおりましたよ。ただね、女性のお風呂別館ということでちょっと手狭だったようです。シャワーが壊れてるとかね、かなり不満が聞かれてました。館内は本当に噂通り素敵な場所ですね。高級感が漂ってます。まだ食事まで時間がたっぷりあるので、ちょっと売店の方を見ていきたいと思います。そこね、男はね、男性の風呂はね、すぐそこですね。パパ入ってきてもいいよって言ったんですが、一緒に買い物行くというので向かってます。どこでお茶飲むの？1階ラウンジ。そうそう、お茶券もいただいてるんです。ラウンジってことは向こう、まさか向こうの店。絶対帰りは混むと思うんですよね。だからね、もう今のうちラウンジでお茶してこようということになりました。そうです、お茶するのはこちら玄関先にありました、この場所になります。もうね、皆さん帰ったみたい。ラウンジ、うん、私たちが到着した時はちょっと混んでましたよ。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。こちらの券使用させていただきました。何だか月餅みたいなやつ。月餅って何て言うんだっけ、柔らかいクッキーみたいな、なんかあんこかな、うん、美味しい。やっと食事の時間になりました。会場入りです。お邪魔します。よろしくお願いします。こんなね、一堂に同じ部屋で食べることないので、どこへ座っていいか分かんない感じですね。中井さんのおかげでお風呂をゆっくり入ることできたんです。感謝です。この場所ではいただきますの号令かける方いないので、いつ食べ出していいか分かりません。こんな感じのお品書きになっております。飲み物はこんな感じ、値段はちょっと高め。すごい、ナプキンでしょ。刺身、ウニが入ってる、ウニか。
蜂蜜、レモン水、サインして伝票持ってきてサインして。お腹すいた。私はいつも好きなものから手をつけます。ウニ大好きです。お腹空いてる時に好きなもの食べたらもっと美味しくいただけると思うんですよね。そうでしょ。本当にお吸い物、ハモのスミレが入ってるだけ。マッチを使うのって珍しくないですか？ナルフって普段ね、ナルフの場所。ちょっとドロッとした感じ。勝手に取らない。一気に。お鍋の蓋は勝手に取らないでくださいっていうことです。はい、完成。熱いうちにいただきます。ハマグリかな。桃のタルト、下はちょっと硬いね。まだ皆さんはお食事中です。私たちは先に終わったのでお風呂に行ってまいります。貸し切りかな。ゆっくり内風呂と露天風呂いただいてきました。まだ出発までに30分以上時間があるので、加賀屋さんのお庭の方を探検いたします。ゴミ一つ落ちていない広いお庭になってます。どこまでが加賀屋さんのお庭なんでしょう。朝夕の散歩にもぴったりですね。はい、ではお別れです。お世話になりました。この海水浴場も広いよね。車で入ってこれてるよ。あれ
車入れてるじゃん、うん、今日のこの日に日傘を差してまでそこを歩く必要があるのかどうなのか。アスファルト砂浜の上は照り返しがきつくて本当に暑いんですよ。アスファルトの上と変わらぬあの砂浜は照り返しがあって本当に暑いのに、船を楽しんでらっしゃるはずです。ゴルフ場、何ゴルフ場って言うんだか、これ船から見えたゴルフ場だね。多分ね。すごいクルーズ船のなんとかかんとかでなんて書いてあるわ。本当に。うん。まっすぐ橋行けば近そうなのにって感じのところをわざわざ左に曲がりましたよ。そしてドライバー間違ったわけではなく指定ルートというものがありましてね、そこにこう従いながらの、港入りということになります。ですからこの右後方、そしてあのここで作ってらっしゃる。これはベリシマの正面だ。ちょっと重機には詳しくないんですが、パワーショベルの中でもかなり大型サイズ、 PC2000 とか PC3000 それだけの大きな、パワーショベルを作ってらっしゃいます。でここでそういうものを作るということは外に出すときに便利なんです。その大浜ふ頭からさっと運んでいきます。ところが PC2000 とかPC3000 ともなりますとそのまんまの形で船に積むことができません。はい、それではお休みの方がいらっしゃいませんか。本日は早いお時間からお疲れ様でございました。まもなくお別れでございますけれども、どうぞもうちょっとバス動きますので慌てずに完全にバスが止まってから腰を上げてくださいませ。本当に暑い中ご参加いただきありがとうございました。今日はとっても短いお時間でございましたけれども、今度はぜひもう少しゆっくりとこの石川県内の観光ができるそんなご旅行でお出かけいただければ幸いです。できればトンボ帰りじゃなく一泊していただいて、翌日にはさらに能登の北へと1時間明日はいよいよ韓国です。こちら、加賀屋さんで買ってきました。いかがでしょう。サイズは LL です。